さあ今とある噂が飛び交っておりまして、マイクロソフトなんと来年までにスクエニカプコンセガコナミワーナー買収の噂、こちらがね今速報でやってきました。でこちらについては記載がある通りで、いやどうなんだろうねこの件については。ちょっとね気になったので、内容を見ていきましょうか。まあカプコンは多分ないかなと思っているんだけど、まあセガもセガでピンチだし、でコナミもコナミで結構ピンチなので、スクエニもね皆さんご存知の通り結構崖っぷちの状態ではあるので、確かにマイクロソフトが本気出せば行かれちゃう可能性はあるっちゃあるよね。カプコンはちょっと難しいんじゃないと思うけど、ちょっとこれはカプコン以外は割と可能性ありそうで、そういった意味もあり今回は取り上げさせていただきました。はい。まあ嘘の中に真実が混ざっている、まあ本当にその通りなんですよね。嘘っていうのは多分カプコンかなと思ってはいるんですが、その他はね普通にあり得る。で最有力候補としてはスクウェア・エニックスかな。で時点でワーナーで、その次にセガかな。でコナミもちょっと怪しいけどね。まあカプコンとコナミなさそうな感じがするけど、まずやるんであればスクウェニから行かれて、で次ワーナーセガ両方行かれるみたいな感じじゃないかな。まあ多分イメージは大体合っているんじゃないかなと思っていますけど、ただ買収交渉自体は、本当に多分されているんでしょうね、これは。で、こちらにも記載がある通り。まあ実際ね、やっているんだと思いますよ。まあできるかどうかは別の話として。ただマイクロソフトが本気を出せばできてしまうっていうだけの話ではあるので、まあどこまでこのマイクロソフトが本気を出してしまうのか、まあ多分銘柄的に一番欲しいのは、かつ安く今購入できるのは株価が下がってるやっぱスクエニかな。まあ一番美味しいのはやっぱり多くの IP を保有してるスクエニじゃないかなと思いましたね。そうすることによって、マイクロソフト、もっと言ってしまうと Xbox 限定でドラクエとかファイナルファンタジー出すことができるわけだからさ、まあかなり大きいよね。だからまあ多少出血してもね取りに来る可能性はね普通にあるんじゃないかなと思いました。はい。まあセガもしっかりではあるんですが、やっぱ欲しいっていうかコスパ的にはスクエニが美味しいんじゃないかな、今食うんであれば。まあそんなところで買収交渉自体はされていることは本当ではあるものの、ちょっとね裏側のところは分かりませんけど、まあ有力候補としてはまあセガで、あとまあスクエニワーナーぐらいかな。まあ、セガもやっぱり冒頭でも言った通り可能性はかなり高いかと思いますので、まあ多分ねパッとこんだけ出てくるっていうことは一つだけ進んでるってわけではないかと思いますので、まあ2から3ぐらい同時並行で進んでいる。で希望的観測としてできればカプコンとかも欲しいっていう感じかと思いますが、まあさすがにカプコン難しいかなと思うので、まあ他の会社となっているかと思いますね。はい。いやーけど Xbox も確かにね、なんだろう、強みってないもんね。なんかこれといってなんか Xbox じゃないとできないゲームって一部あるっちゃあるんだけどさ、一部しか逆に言うとないわけだからさ、まあその万人受けするようなゲーム、まあ特にその落ち目ではあるけど昔輝いていたゲームってなると、やっぱドラクエとかファイナルファンタジーとか、そこら辺の類になってくるかと思いますので、まあ十分ね Xbox が単体で売り上げを伸ばす、伸ばせるポテンシャルはドラクエファイナルファンタジーあるかと思いますので、まあここのところもですね、まあ向こうとしても、まあ、積極的に出していきたいみたいな、そういった意向はあるんじゃないかな。うん。まあ、どれだけお金をね、出すのかっていうところはまた別として。うん。まあ、構想自体は多分あるんでしょうね。まあ、結局なんかプレステとニンテンドースイッチにボコボコにやられてしまってる現状で、で、多分これからもね、同じような傾向がずっと続くかと思いますので、まあ、このタイミングで勝負を仕掛けるみたいな感じなのかな。うん。まあ、そんな感じです。ただ、セガを買収してもね、
なんかその欲しいものって何があるみたいなところもあるので、ちょっとこれ難しいんじゃないかな。まあ中にはスクエニワーナーいらねえって言われてるけど、逆にスクエニは欲しいんじゃないね。まあここにもある通り、コナミとカプコンはね、正直無理だと思いますね。うん、ここはちょっと無理っていうか、うん、カプコンとしても別になんか買収される意味ってあんまりないし、まあここはね、全力で防衛してくるかと思いますので、まあかなり難しいと思いますよね。うん。まあセガもコスパはいいっちゃいいんだけど、それだったらスクエニもやっぱ欲しいよね。まあソニック持ってるとはいえ、ソニックをね、例えばその Xbox 独占にしたところで、そんななんかユーザーをね、取れるかっていうと、そういったわけではないかと思いますので、まあセガの他の部分もね、非常に魅力的ではあるっちゃあるんだけど、ちょっと難しいんじゃないかな。いやーけど、ね、絶対カプコンは無理だよな。間違いねえわ。うん。間違いねえよな。ただまあ、敵対的な買収となってくるのか、それとも合意の上での買収となってくるのか、まあ、交渉と書かれておりますので、まあ、敵対的というより、どちらかというと、友好的な関係を築きつつ、傘下に入ってくれませんか、みたいな。まあ、そういった交渉をされているのかなと思いました。いやーけど、スクエニセガ、で、特にスクエニはね、最近ボコボコに叩かれてしまっているから、まあ、このタイミングでもうね、売っ払うっていうのも普通にあるんじゃないかな。身売りは普通にありえそうな感じもするけど、まあちょっとどうなんだろうね。読めないよな。ただまあ少なからず何かしら裏で動いていることは間違いはないのかなと思いました。はい。まあ結構いろいろなこと言われてますよね。いやーけど、独占タイトル欲しいよね。Xbox も。もっと欲しいみたいな。じゃないと、結局、先細りの未来しかないし、まあ、世界目線で言うと Xbox って日本とは違って結構売れてはいるんですが、やっぱそれでもプレステとか任天堂スイッチと比べるともう全然違うので、やっぱりそういったところを考えみたときに、まあ、しっかりと、やっぱこういったゲームメーカー、サードメーカーとかを囲っていかないと厳しいのかな。ワーナーもね、ほとんどないじゃない。まあ、ほとんどないじゃないからこそ、ここでね、取りに行くっていうのもありなんじゃないかな。いやーけど、かなり厳しいよね、ここのところは。ね、どう転ぶんだろうっていうところ。ただまあ、マイクロソフトがね、買収してくれるんであれば、なんかそれはそれでね、資本力もあるので、まあ、よりね、ゲームのクオリティとかも、特にドラクエとかも上がってくれるかと思いますので、まあ、決してね、なんかめっちゃ悪いかって言われると、そういった話ではないのかなと思いました。あ、今そういった感じでございます。まあ、とりあえずね、今日のところはこの辺りで終わっていきましょうか。マイクロソフトがね、不穏な動きをしていると、まあ、そういったお話だったので、今回は取り上げさせていただきましたが、まあ、過去にマイクロソフトもね、いくつか、買収しておりますから、まあ、普通にね、あり得る話かなとは思いました。はい。